はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。武藤遊戯です。さあ、本日なんですが、激エモデッキを作ってきました。遊戯さんのエースモンスターといえば何ですか？はい。まず、磁石の戦士、マグネットウォーリアですよね。はい。と、あと、ガンドラ？破壊竜ガンドラ。と、あと、サイレントマジシャン、サイレントソードマンっていう、まあ、この辺のモンスターがエースモンスターになってきてると思うんですけれども、全部入れてきました。はい。全部を今回は成立させます。黄金質磁石ガンドラデッキです。磁石ガンドラっていうね、あのギミック、もともとなんか、遊戯王デュエルリンクス時代とかの時になんか活躍していた記憶あるんですけども、なんかあんな感じで、なんかエモい盤面を作っていく感じですね。黄金質で、サイレントマジシャンを展開しつつ、マグネットウォーリアでマグネットウォーリアを展開し、さらに、ガンドラも出すっていう、まあそういう感じのデッキ。で、これを成立させるにあたって、結構優秀なギミックがあって、まずこいつが初動になってるんですよ。光の黄金質デッキの。トリコロールガジェット。これ機械族なんですよね。で、マラックネットウォーリアは岩石族なんですけど、岩石族と機械族ってサーチが結構簡単で、岩石族であれば、見かけ獅子で持ってこれるし、で、機械族であれば、ギアギアンドクロスで持ってこれるんですよ。だから、ランク4がめっちゃできれば、両方ともサーチができるなっていうことに気づいたんですね。で、両方ともサーチしてきたモンスターを、まあ、召喚剣使ってると出せないんですけど、これを、サーチした上で出せるギミックを持っているのが、超重武者っていうギミックがありまして、これ召喚剣は使っちゃうことが結構多いんですが、ペンデュラムスケールが1から、8貼れて、で、さらにランク4が2体出るんですよ。まあ、若牛とか、このバイクとか使えばね。なんで、ここの辺のギミックを使って、こことここ出して、で、さらにスケール用意して、これとこれを出力していくっていう。まあ、そういうデッキですね。だから、まあ、令和の遊戯さんデッキに、権現坂のパワーを借りた、感じの、ギミックを使って、激エモ盤面、これ作成していきたいと思います。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。うわ、これライディングデュエルできそうだな。ライディングデュエルできそう。ライディングデュエルしていいですか？自分。オッケー。ライディングデュエル通りそう。これちなみに、ちょっとゴンゲン坂登るとかいうなんか全然作品が違うアーギユーギューアークファイブのキャラクターのあのパワー使って、あのコンボパーツかき集めてからコンボパーツを全部ペンデラム召喚するっていうなんか超強引な方法で、超強引な方法で回す令和の表遊戯デッキです、これ。はい。まあ、実質令和の表遊戯デッキ。で、初動全然令和の思った遊戯じゃないけど許してこのギミックが強すぎてこれを使わざるを得なかった。何ペンデラム召喚前にランク42回できるんだよね、このデッキ。めっちゃ強くてさ、岩石族とあの機械族サーチできて、なんか遊戯さんの魂のモンスター両方ともサーチできるんだよ。めちゃくちゃそれが強いんだよね。で、まあ、カカシの効果でもうちょっとガンマいらねえや。これでこれですね。まあ、これいつも通りの、まあ、超重武者の動きではあるんですけどね、普通に。いつも、やってる動き。で、アクセルシンクロでしょ。あ、これちなみになんですけど、まあ、バロネス今回は多分出せそうですけど、トリコロールガジェット持ってるんで、トリコロールガジェット持ってない場合は、バロネスを出すんじゃなくて、スターダスト、アクセルシンクロスターダストを、盤面に残しつつ、あれです、ランク4を2体立てに行きます。まあ、2体っていうか、まあ、ランク43回ぐらいできるんだけど、一応やろうと思ったらヌドス入れてるし。で、これで、バイクさんがレベル4になれるんで、これ自分のレベル上げて、なんでレベル4がめっちゃ並ぶんですよね。だからこの手もね、なんか最高なんだよ、本当に強い。なんかランク4をなんかそのするテーマとしてはマジで強い、これ最強で。一旦バロネス出して、まあ、いろんなものをケアして、はい。で、仲裁をここに装備してよいしょ。これで、まあ、通りますね、動き。はい。で、これで、おてんてんビンビンさん出して、おてんてんビンビン効果発動して、自分の墓地から、岩投手を特殊召喚すると。はい。で、今回はちょっと一体待ってるんですけど、ガイアブースだけ出しといて。よ、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 よ。で、ここで、金剣打ちまして、ここまでやんないと墓地に魔法トラップカードがない状態を維持できないのでね。はい。で、これやって、で、こっからあとは、もう使わねえな、この辺な。せやな、まあ、この辺も使わねえか。で、これで除外して、まあ、ヌトスもうまい、使わなそうだけど。で、こうして、こうして、こうして、はい、ゴミ。ふざけんな、マジで。なんだこれ。なんだこので、なんだこのハンド。まあ、G でいいか。
ここでね、なんかそのコンボパーツに引っかかるカードがあればサーチしてきてみたいな話できたんですけど、ちょっと無理だったので普通に、エクシーズ召喚していきましょう。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイを、ね、ちょっとこれ残してるな、こことここで、これで、エクシーズ召喚して見かけ獅子出して、でガズ石族モンスターサーチできるんで、ここで、ユーギーさんの魂、やっとこの辺からユーギーさんの魂のカードムーブが始まりますんで、はい、よろしくお願いします。ユーギさんの魂カードあまりにもちょっと出てくるの遅いけどな。でマグネット、エレクトロマグネットウォーリアの方か、エレクトロマグネットウォーリアベータを、サーチしてきて、はい、でユーギさん絶対ペンデラム召喚とか言わないけどな。うわペンデラム召喚、うわペンデラム召喚して、トリコロールガジェットとさらにエレクトロマグネットウォーリアベータの効果を起動し、さらに、カードをサーチ、これは、アルファですね、次のターンの準備ですね。で、トリコロールガジェットの効果で、光の黄金質を持ってくる。そして一旦マスカレーナ出しといて、よいしょ、でここでリトルナイトとか、ウーサとか出しに行きますね。で岩投手の効果も一応起動して、っていうかこれ先やっといてよかったな、これ先やっといたらもう一体追加だって、あ、出ねえわ、あれすっから、光の黄金質するから。で光の黄金質発動、そして光の黄金質の効果によって最強のカード仲間の絆を1枚サーチすることができるぜ。ちなみにこのカードの発動後エクストラデッキからモンスター特殊はできないんで、これを最後に打てば OK っていう超展開型光の黄金質デッキ爆弾いけ、サイレントソードマンとサイレントマジシャン。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁勝機やるわ、ターン終了。よーし、これでエレクトロマグネットウォーリアームーブもできるし、次のターン黄金室によってガンドラ G をサーチすることもできる。つまりこれは実質マジで令和の遊戯デッキ。ユミ、そしてエレクトロマグネットウォーリアーベータの効果、エレクトロマグネットウォーリアーベータの効果によって自分のデッキからマグネットウォーリアーモンスターを特殊召喚、現れよマグネットウォーリアーイプション。一応イプシロンさんは愚かな埋葬をした後になんか、墓地とかフィールドにいないね、マグネットボールは出せるっていう効果あるんですけど、ちょっと盤面が空いてなくて出せません。盤面がパンパンです。で、サイレントソードマンの効果によって、打点がアップ、さらに増殖する呪文を打っていく。よし、これによって参戦の際などをケアし、増殖する呪文を通すことにより最強の盤面が完成というわけだ。イム、よし、全然関係ないモンスター2体ぐらいいるけど、一応ユーギさんの盤面だぞ。ペンデラムスケール張るユーギさん嫌だけどな。さあ、結構まだ強いですよね。下準備、なるほど、粛清かな。下準備はいいでしょう。魔法トラップ、魔法カードは止められるんで、一応魔法カードは止めていきたいし、サウラミスみたいなやつは、バロネスで無効にできるんで、ワンチャン儀式を一生させないっていうムーブができますね。はい。一生、相手の魔法カードを止め続けて一生儀式モンスター出させないっていうムーブは、うわー最強の先だ。いや、まあでも対象体制はある。ペンリル君の効果一応対象取るんで、サイレントソードマンで無効にはできますね。はい、まあユニコーンはいいでしょう。まあ、ユニコーンの方がなんだ嫌だったな。で、ユニコーンからの儀式の準備発動、まあ儀式の準備は OK。いいよ。これでサウラビスとかローガーディアンとか持ってこれますからね。最強ですね、はい。さあ、これによって、サウラビスですね、いいでしょう。でサウラビスが回収される、対象が付与され、対象たち付与された、アサフィラ来た、うわ来た、アサフィラ、これはしょうがねえ、まあ、ここはもうどうでもいい。でサフィラの効果で儀式するって言ってきたらバロネス止めるわ。儀式させない方が大事だと思うわ、この時で。ローガーディアン持ってくるよね。てか手札多いね。手札多いね。やばいか、これ止めきれるかな。さあ、サウラビスの効果発動、まあ、これは止めざるを得ない。儀式は絶対にさせないムーブでいこう。で、これモンスター効果使ったんで、フェンリル君がなんかぶち切れてうおーって言ってくるかもしれないんですけど、これ対象取るんで、サイレントソードマンで無効できます。あ、オッケーオッケーオッケー、意外と仕事してるよ。あ、仕事してる、すごい仕事してる、いいよ、非常にいい。オッケー。で、これサイレントマジシャンが無効にならないので、実質生きてるから、だから魔法カードまだ1回止めれますよ。殴ってきてから儀式とかしてくるか。まあ、そのパターンだったらマスカレーナ使うか。粛清なら祈り来た。祈り効果、サイレントソードマン無効、サイレントマジシャンの効果で無効。
さあ魔法カード無効。いや大体儀式は2枚しか入ってないから、これで多分儀式止まってると思うんだよな。もう儀式止まってるはず。おいマジかよおマジマジかよ。祈り3枚って祈りすぎだろ。ちょっと待って、マジでどうしよう。ウーサラしたらいけるか。ウーサラしたら止まるか。ウーサラしたらワン止まるな。ウーサラして、ちょっと待って、これマジでやばい。これまローとかを巻き込まれたらほんまにやばいか。アポロウーサ出すでしょ。ちょっと待ってね。ここともう4素材アポロウーサ行くしかないから、これじゃないと殴られるフェンリルに。だから4さえ行かないといけないから、まあ、使わないのはこれか。でも時間ね。でこれウーサラして、ちょごめんなさい、令和の遊戯さん、令和の遊戯さん強すぎるんでアポロウーサ出します。遊戯さんが絶対使わなそうなモンスター。第1位正面の神級おもんなアポロウーサ爆弾。アポロウーサによってモンスター効果を無効にさせてもらうぜ。1回多分1回ぐらいだろうな。1回使うと2000円になるんで打点が。そうするとフェンリルに殴られちゃうんですよね。ターンサイレンス今持ってないんで、ターンサイレンスも無理だし、ローガーディアンくんの、ローガーディアン、ローガーディアン、あ、それは弱いな。ローガーディアン、ローガーディアンってことはローガーにいねえのかな多分、素材としては。で、粛清なローガーディアンの効果、まあこれ止めざるを得ないよね、こんなの。止めざるを得ない、アポロウーサの効果によって、ローガーディアンの効果を無効にしていく。なんかすごいギリギリなんだけど、レイマのパワー上がりすぎでしょ。令和のデッキのパワー上がりすぎて、ちょっとマジギリなんだけど、あっぶれ耐えた。多分これ耐えたる。よし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 、耐えた。オッケーで、まあ、サイマジはぶっ殺されるのはしょうがない。それは最悪。オッケーです。いや耐えた、危ない。やばい。遊戯さん、遊戯王のパワー上がりすぎて、あなたの使わ絶対に使わないカードいっぱい使わないと勝てません。お、私のターンドロー。あー、イプシロン、まあ弱くはないね。でこれバロネス変身してイプシロン出す。まあもうバロネスはね、効果無効になってるんで、もう一回出し直しっていう話ですね。でイプシロンの効果でデルタ送って、でモンスター特殊召喚する。これでマグネットウォーリアー、ガンマの方出す。でガンマの効果でアルファ出す。オッケー、召喚権使わないでだいぶ展開してるぞ。でアルファ効果発動で最強モンスターベルセリオン持ってくる。オッケー、オッケー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 、いいよいいよ、今のところいい。で中南いるから、これペンデラム召喚したら442でいけるか。ペンデラム召喚、442いけんね。442いける。442422で、これで、トリコロールガジェットの効果発動する。でさらに、ターンサイレンス持ってきて、でここでバロネス出しに行ったら相手の手札の何かがあっても大丈夫で、であいつは効果で処理すると祈りがぶち切れてなんかやばいこと起きるから、これは効果では処理してはいけない。で光の黄金室の効果発動。光の黄金室の効果により史上最強モンスター破壊竜ガンドラギアスをサーチ、そして破壊竜ガンドラギアスを爆弾。ふん、かっこいい。アメコミ式登場。時間がない、ちょっと急げ。黒シープ出しに行って、ちょっと打点上げに行こう。黒シープ出しに行って打点上げに行く作戦行こう。でこうして、でベルセリオンをここに出して、アルファベータガンマの魂をゲームから除外し、あらあれよマグネットボーリアベルセリオン。そしてクロシープの効果を発動。クロシープによってフィールドのモンスターの打点が全部上がる。いやちょっと出しとけばよかった、先にこれ。足りてる、バトルベース足りてます。はい、いけぞ、いけ、ガンドラキアスで攻撃、いけ、マグネットベルセリオンでダイレクトアタック。しゃい、対戦ありがとうございました。これが令和の磁石ガンドラデッキだ。いやー楽しいな、こういうなんかその令和キャラデッキみたいなやつ結構楽しいよね、使ってるとね。まあ別に強いとは言わないけど、あ、楽しい、非常に。うわ、コルの元気だ。やば、川中島も来た。やばい、2枚ドロー1枚してやばい。うわ、出たー、川中島暗黒界だ、やばい。川中島暗黒界、マジやばいこと起きてる、やばい、助けて、角起きたー。川中島暗黒界マジやばいんだよな、やってること。これ
なんかさ、噛み合いすぎてんだよね、川中島が。おい、ふざけんなよ、俺モンスターゴが使ってねえって。俺が使ったわけじゃないんだよ、そのモンスターゴが。ふざけんな、マジ。強すぎる、この動きが、あまりにも。もしも入ってるタイプね、オッケー。これ何型だろうね、これハンデス型じゃないのかな。なんか全然ハンデスじゃないんだけど、なんかセルリーとかの、あのとかシルバーとか使うわけじゃないの。ハロー、はハロー、ハロー。悪魔族モンスター墓地に死ぬほどいるか、やばいな、これ。バーンダメージだと、バーンダメージだと、ちょっと待って、これどのぐらいいんの。うわ、死ぬ22までって、さすがにやばいか。死ぬ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 、そんなに悪魔族いたら死ぬって。打点アップにします。9400、これどういうこと。9400のなんかハローを爆弾させられまして、なんかやばいこと起きたんですけども、モスマンがさらに出てきまして、よくわかんないことが起きております。今現在なんだこれ、あれか、デュカレスでバイカなんかしてなんか射出するとか、そういう話か。コーディネアルやばいなんかだ、なんかわかんないけど、なんかいただけるらしい。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。大精霊ハローです。9400、謎です。レベル4のモンスター2体、オーバーレイ、キューボーホープ、はいはいはい、わからんわからんわからん、どういうこと、どういうこと。ホープバスター、はっ、ちょっとわからんわからんわからん、何これ、何何何何何何何。希望をホープが存在する場合に相手フィールドの攻撃が一番低い、モンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。え、何このカード。